ャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日も大変ご好評いただいておりますバンダとクララをお届けしたいと思います。はい、バンド先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、はい、先日、はい、予告した通り、はい、情感とは何なのか、はい、また大変視聴者の皆様も興味を持っていると思いますので、はい、その真実を、はい、情感というのはですね、日本国内では警察官が、まあ、交通もやったり、それから、刑事の仕事もやったりとかですね、機動隊もやったりとかしてますけども、はい、中国の方ではそれぞれ任務が分かれておりまして、はい、警察官のほかに、まあ、私服の警察官もいますけれども、町の治安を、守るというところではですね、機動隊もいるんですけど、暴動が起きたときには機動隊、その前に、町の美観ですね、要するにそのゴミ捨ててるやつとかですね、そこら辺に露天商が勝手に店を出すと、こういうのを取り締まるのは城官といって、このお城の城の管理とかいう城官。はい、ここにもう今これ出てますけど、城っていうのは町ですね。そうですね、はい、中国ではですね、町のことを城チョンって言うんですけども、町を管理する、そうです、町を管理する、これは日本のお城の場合には町の中にお城がこうありますけども、はい、中国はお城っていうのは城壁を町を囲むようにしてぐるっとやってるんで、はい、出てくるんじゃねえぞ、うん、そうですね、はい、だから戦争の時に町全部みんな途上ってですね、町全部がボロボロになっちゃったりとかするわけなんですね。はい、でリングで城官って入れると、うん、こんなカオス的な、ね、絵になるんですが、そうです、これ城官の皆さんがこんなことやってるよというのはですね、はい、もうこうやって道端でこうやって城官の取り締まりを受けてるおばちゃん、はい、じゃあもっと巨大画面お願いできますか。大きくしますか。はい、一個一個全部一個一個やっていきましょう。こう、はい、出ますかね。パチ、お、今出ますかね。時間ちょっとかかりますが、時間ちょっとかかります、ね、連行されているところですね、うん、連行されてるで下にも出ますね、ついつい行っていきたいんですが、はい、まあ連行されているところ、これは上官の皆さんはこれ飯食ってるところじゃないですかね。いや、そうなんでしょうけど、そのままなんですけど、なんかそんな解説ないでしょ。オープンな感じでね、牧歌的な、じゃあ次、日本の警察官はこうやって飯食わないですからね。あ、そうですか。こうやって外でこんな風にして食べてるんですね。随分牧歌的ですね、本当に上官ですね。でこれはこれあんまり大写しにしたくないぐらいかわいそうなんですけど、これ城下にボコボコにされちゃった人だと思いますよ。いや、とぼけた口調と言われたら、はい、日本のこれは日本、城下、日本国内では城下というのはこれが、ね、城下に当たるんで、この路上禁煙、ご協力くださいと、はい、丁寧語でですね、こうやって敬語で書いて、はい、ね、それで巡回中ということですね、はい、こっちの下の方に東京の城下は何を管理してるんだ、みんな何管理してるんだよ、中国語で出てますからね、はい、向こうから見たら上官のイメージにですね、あまりにもそぐわないんで、なるほど、うん、この方もですね、上官の被害者なのか。いや、明らかに言いますが、うん、というか笑い事ではなくて、これ本当に上官がですね、本当に毎日毎日こうやって露天商をいじめるんでですね、はい、私こうニュース見てるとですね、1日に1人2人は殺されてるような気がするんですよね、はい、これおそらくこっちは上官の取り締まりを受けたお姉ちゃんかな。でそう下には出てます、延安の女上官が、延安の女上官は何だろうな、ちょっとこれ元のやつ見てみないと流出とか、なんか流出してますね、はい、これ女性の上官が、はい、私生活かなんかは流出したんです。女の人が、うん、女もいますね。あ、そうなんですか。これは上官が来て、多分みんな売ってたスイカ叩き割られちゃったんじゃないですか。適当に言ってませんか。だと思いますよ、この状況から見ると。ボートが、彼女の心も叩き割った。これもおそらくこれ上官のこれ被害者だと思いますね。ひどいな、これもね、本当にこういうような血生臭い状況になっちゃった。これ上官が暴れて、この人多分怪我して、今近くの病院の人がこれ来てる状況なんじゃないか。点滴受けてますね。点滴受けて、椅子の車の窓ガラス割れてますね。うん、やっぱ上官非常にですね、こんなことばっかりやってるんで、はい、恨み買いますから、それでちょっと喧嘩になったりするとですね、今度逆に民衆に囲まれて、こういうような状況になっちゃう。なるほど。これもしかしたらちょっとこれ元を見ないと分かんないんですけども、跳ねられたかな、これかな、なんでしょうね、これ上官、上官と露天商の衝突が頻繁に衝突していると。ああ、うん、なるほど。
でこれはあの日本の、まあ、いわゆる上官に当たる皆さんで、はい、これはあの東京と書いてあるんですね。東京の上官は何をやってるんでしょうか、はい、でこれは上官の、新しい装備だと言って携帯電話ですね、はいはい、それはいいですね、うん、はい、これはあの上官の、仕事中の上官の様子ですね。いや明らかに弱そうな女の人なんです、うん、ですね。これ露天商のお母さんが逮捕されちゃって子供泣いてるじゃないですか。泣いてんだと思いますけどね、うん、こっちはどうしちゃったの。これも上官ですね、はい、うん、なんかちゃんと一緒に膝をついて立派な上官なのかなんだかよくわかんないですけどね、うん、いや意味がこれですね、あの上官が露天商と対面して膝をついてるっていう、これがこれ自体が非常に珍しかったらしい。なるほど、うん、なるほどね。でこれもちょっとこれ出していいんですか。露天商亭主で上官が殴り殺されたって書いてあります。いや、ちょっと次行きましょう。もうさすがまずいっしょ、うん、これ日本のですね、はい、うん、これさっきのですね、さっきのね、はい、うん、これもこんなになっちゃってですね、上官あっちこっちで大暴れしてるもんでですね、あの一つの団体じゃないですよ、まあ、あの全国にこの上官というのがあって、うん、はい、これが非常にその、特にね、あの、うん、御殿商もうちゃんと店を構えることもできないような低所得者層をこうやっていじめてるんだというのがこれでよかったです。じゃあマイク・タイソンじゃないですか、うん、これマイク・タイソンですね、はい、拳王・タイソンと書いてありますけど、はい、うん、え、何言ってんですか、タイソンが。タイソンはですね、これは中国の方で、一番強いのは誰だ、強いのは誰だみたいな感じですかね。そしたら答えが上官だ、うん、どうよ、俺も聞いた、なんだこっちが読めないと私分かんないな。あ、そしたら答えが、このネットのユーザーが、はい、その上官だよとさっきから言ってるじゃないですか、そのままなんですよ、はい、それ強いのかと、それとは強いのか、まあそういうやりとりですね。あ、はい、まあこんな感じで強いみたいですこれはなんだろうな、捕まってんのか、なんか若干、あ、でもな、こっちの後ろの人たち見ると真剣な顔してますから、これなんかちょっと笑ってるようにも見える。いやいやいや、明らかに苦しんでます、はい、なんで裸なの。あんまりこういう感じで、はい、次でもね、さすがまずい、はい、次に行きましょう。いやだから、これはあの女性の上官、え、上官なんですかこれ。女性でも本当ですか。こうやって女の子をこの洪水の時には助けたりとかね、こんな上官、これなんだろう、上官なのかな、はい、うん、こんなの聞かちょっと怖いですけども、はい、うん、これ街の中の様子、うん、これなんだろうな、うん、まあ飛ばしていいんじゃないでしょうか、うん、はい、これもこれなんだろう、あ、これは上官じゃなくてですね、抗日戦争の時の、はい、日本でもよく靖国神社に昔の兵隊さんの格好してくる、うん、おじさんですね、すね、はい、うん、その人たちだと思いますね、はい、うん、これは更新してる婦人警官、そうですね、更新してる上海、上海、はい、はい、これは日本の道路の上に千代田区ではこうやって貼っておくと、はい、うん、さっきの上官は何やってんだっていうの関連なんで、はい、日本ではこれが貼ってあればみんな座らないとかそんなんですかね、はい、うん、なんだこれ、毛沢東が上官に出会ったら出会ったらこうなっちゃうんじゃないのか、毛沢東でさえ殴られるんじゃないのか、それくらい上官っていうのはすごいんだじゃあまあこれくらいにしといて、ここの画面で止めといてですね、マナさん、で、いよいよ本日のクライマックスいきましょうか。クライマックスですね、はい、上官はですね、はい、まあ、今さっとお見せした通り上官というふうにやるとですね、まあまあちょっと後ろ見えないですね、はいはいはい、上官というのを検索するとこんだけその血なまぐさい画像からですね、はい、いろんなのがこうやって出てくるわけなんですけども、ええ、この上官がですね、はい、すごい民衆に恨みを買っておりましてですね、はい、これ下手に一人でことを起こしてその露天商なんかボコボコにしたりすると周りで囲まれて逆にボコボコにされてですね、ええ、こんな状態になってしまう。すいません、これ西部警察ですか。なんかこれもなんかこうテーマソングが聞こえてきそうな感じの、はい、すごいですよね、ええ、ここに上官法を執行している上官というふうにこう書いてあるんですけども、こういうふうにこれですね、これ特殊に見えるかもしれないですけども、こういう状況がいっぱいあるわけですよ。毎日毎日本当にこんな状態でですね、中国本当にやってられるんだろうかと。それでこの上官があまりにもひどくて、警察官と喧嘩になっちゃったりとかですね、上官 VS、解放軍とかですね、
本当にあの棒を持って殴り合いしてたりとかですね、はい、あと警察官も警察官で、政治家の言う、求めに応じてその土地の強制収容をやっちゃったりとか、根拠も何もないんですよ、はい、でそこに住んでるやつは追い出される、で追い出されるのは嫌だから、あの農民側が武装、スキクは持ってですね、棒とか持って武装して待ってると、警察官じゃなくて警察官と組んでるヤクザが来たりとかですね、むちゃくちゃの状態なんですね、中国国内というのは、はい、そういうような状況の中でですね、日本国内でこういう状況まず伝えられないんですけども、被害者だからかわいそうとか、上官にやられた人は確かにかわいそうなんだけども、じゃあ、その根本原因は何かとかですね、そこら辺を探れるようにですね、日本人もなっていかないと、被害者だから、正しいと、そういう変な思い込みはこれは大間違いのもとで、私実際に警察官の仕事をしてですね、はい、被害者だから正しいとは言えないなと、そうですね、実務で思いましたね、大体、うん、半々ぐらいですはっきり言うと。なるほど、はい、ようやく6話目にして真面目な話になりましたけれど、坂東さんの、まあ、3大トレンドといえばエロ・グロ・ラカン。何ですかそれ。坂東さんの3大飛び道具じゃないですか。なんかそんなにされそうなのですね、今日はこれぐらいにいたします。そうですね、また視聴者の皆様から抗議が殺到しなければ、次回も続きます。そうだね、まあ、抗議は来ていいんですけど、まあ、人気が出ないとダメですね。そうですね、もう坂東とクララね、6回にわたり特別番組あって、これすでにレギュラーじゃないかという話もありますが、まあ気が向いたら来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。